どうも、まさがみりゅうほうです。いつもね、こんなお話聞いていただいてありがとうございます。今日のお話はですね、結構、年いってからのお話ですよね。30、どれぐらいかな？ 30 後半ぐらいの時のお話でね。単身赴任をこじらしてたんで、結構私ね、一人でドライブよく行ってたんですよね。その時ね、すごくね、一人で乗ってるわけですよ、車で。だから寂しいもので、タクシーごっこを一人でしてたんですよ。でね、バーっと夜走らせて車を。あるところで一旦止まるんですよ。で、どうぞって言うんですよね。もう誰もいないですよ。で、扉も開けないですよ。どうぞお乗りくださいって。もう、いてる体で喋るわけですよ、私は。タクシーごっこなんで。ファミーって、お客さん、ハンドル持ちながらね。お客さん、どこ行くんですか？って誰もいないんでね。もう一人で喋られて。ちょっとね、山の向こうまで行ってもらえませんか？みたいな。で、山の向こうに行って、ね、谷の川のそばの橋のところで降ろしてくれたらいいです。ああ、辺鄙なとこ行くんですよ、お客さん。でもこの時間ですよ。大丈夫ですか？いやいや、すぐ近くに家があるんで、とかね。一人で会話しながら、タクシーごっこしながら。ずーっとね、よく遊んでたんですよ。そしたらね、大変なことが起こりましてね。いつも通りやってたんですよね。もう適当なとこで車止めてね。はい、どうぞみたいな。ねえ、今夜は冷えますねみたいな感じで、こうタクシーごっこやって一人で。どこまで行きますかみたいな。いや、今日はね、ちょっとあれですね、みたいな。もうちょっと山奥の方に入っていただいたらね、これ左手の山奥入っていただいたら、ね、ちょっとね、お寺があるんでね、ちょっとそこまでね、ちょっとね、行きたいんです、みたいなこと。一人で行ったんですよ。ずーっと。あ、わかりましたみたいな。ずーっと行くね。お客さん、結構山道ですよねみたいな。もうなんか、やばいの出てきそうですよね、つって。で、一人では、私言ってるわけですよね。いや、もう、でもね、大丈夫。この奥に行ったらね、お寺があるんで、みたいな。行ったことないんですよ、全然。でも、適当に行ってるわけ、行ってですね、適当に走ってるわけですよ。そんなこと言いながら。ね、その頃、私の車、ナビついてなかったんで、適当に走って、よく迷子にはなってるんですよ。ずーっとまっすぐ行ったら。なんとね、真正面に、もう、なんていうか、あれでらってんですか、もう。もうボロボロのお寺が真正面に来て、うわ、やべえと思って、本当に来ちまったみたいな。やばいわ、ちょっとどっかで U ターンしなきゃいけないみたいな。ね、で、でもそういう中で、でも、タクシーごっこやってるんでね、一人で。ちょっとあれでらでいいんですかって言ったら。その時本当にね、そこです。後ろから声聞こえたやつが、うわ、マジみたいな。やべえ。それから大慌てですよ、もう。こんな狭い道で、無理くりね、こう、ハンドル切りまくってね、切り返し、U ターンして戻りましたよ。本当に。ね、それも怖いじゃないですか、そんな声聞いたら。それで、バーっとね、こう、ルーム見ながら、もう、タクシーごっこじゃ、どこじゃなくなって、バーン見ながら、こう、ルーム見るみたいな、なんかね、映ってんすよ、ずっと向こうの方、後ろの方で、人影が。やべえと思って。もうね、何事もなくね、お家に着きましたけど、そんなことありますよね。だからね、皆さんね、タクシーごっこをたまにする人いてると思うんですけども、やはりね、田舎の山道なんかではタクシーごっこしない方がいいと思います。私みたいに本当に声かけられたらびっくりしちゃうんで。まさがみりゅうほうでした。